はい、ミスターマイメン様、お名前の予測の方動画でいただきましてありがとうございました。確かにね、一郎っていいですよね。一番目の私のローということで、最初の子供が一郎、そしてグローバルに通じる名前、これはね、さすがマイアミに住んでらっしゃるミスターマイアミさんならではの答えですよね。これはね、なかなかいいですね。はい、ということで、それが正解なのか不正解なのかはもうちょっと待ってくださいね。発表をさせていただくのは多分明日か明後日になると思います。今日ね、奥さんを病院にお連れして入院の手続きをしました。で、明日がね、いよいよ出産になるわけですけども、まあ、いろんなね、同意書を書いたりとか説明を受けたりとかカンファレンスをしばらくしましてですね、で、入院のための調整とか、あとはやっぱりね、奥さんの、ね、心理的な安定っていうものがすごく必要になってきますんで、まあ、やっぱり励ましていくってことが大事になってくると思います。やっぱりね、この辺は私は多くの方に比べては有利だなと思うんですよ。このね、入院とか妊娠とか出産とかこういったものに対して24時間一緒にいることができる、一緒にドクターからのカンファレンスを受けることができるというのはラッキーですよね。通常は旦那さんが仕事に行ってて、奥さんが一人で不安な中説明を受けていろいろメモしながらね、で、それを旦那さんに後から伝えるってことになるんで、やっぱりね、いろんな誤解が生じたりとか、言った言わないとかね、聞いてなかった言ったよとかになってくると思うんですよ。で、そういう部分は私はすごく有利だなと思いますけども、でもね、やっぱりね、それを本当に、問題にしないぐらい実際当事者、手術を受ける方としてはかなり不安なんですよね。怖いですよね。そういうところがありますんで、私もね、より一層女性の偉大さといいますかね、この自分の身を差し出しても私の人生に付き合ってくれるこの人を大事にしていかないとなと思いました。で、皆さんにもね、きっと大切な人がいると思います。この身に変えても守っていきたい、そういう思いがあると思うんですよ。ぜひね、その気持ちに忠実に、なってほしいと思いますし、私はね、こんなこと言える立場はないんじゃないんですけども、やっぱり、まあ、男性はね、女性を大切にしなければならないなと、特に一人の女性でいいんで惚れ抜いていきたいなという気持ちがあります。皆さんそうしてくださいってことではないです。私はそういうふうに思ってますし、もし私がね、女性の立場からものを言えるんだったら、本当に自分の選んだ男性に心底を惚れ抜いて、その人と共に浮かぶのも沈むのも運命共同体でいければ、こんなに幸せなことはないんではないかなと思います。本当にね、自分の身を引き換えてもこの人に尽くしていきたいって考えられる、そんな人との出会いってなかなかないと思うんですよね。この思いをこれからもね、大切にしていこうと思います。皆さんね、本当に応援と励ましと、あと名前の予想、いろんなのいただきました。改めて思うんですけども、私はね、 YouTube をやって、インターネットビジネスをやって、何が一番ね、自分の資産になったかというと、この皆さんとのつながりですよ。これがもうとてつもない資産です。お金とか時間的豊かさとかって非常に大事なんですけども、信頼してくださる方と一緒にいられるというね、インターネットを通じてつながれるっていうものが最大のドラマですね。これは私の息子にもこの精神というのは相続させていこうかと思います。これからもね、速稼塾コーデスロー隠居 TV よろしくお願いします。では失礼します。